というわけで今回は元トカゲの色違い厳選紹介していきたいと思います。場所は発光シティの北側のこの崖の上ですね。まあ元トカゲってね、実質伝説ポケモンみたいなとこあるんでレアじゃないですかね、知らんけど。ってことでこの大きい木の前でセーブしてください。でピクニックを開いていきます。今回はドラゴンタイプの輝き2つな遭遇をつけていきたいと思います。材料はアボカドと塩スパイス、辛スパイス、同じパワーがつけば何でも大丈夫です。はい、ついたこと確認できましたらピクニックを閉じて手前側、発光シティ側に少しだけ歩いてください。そうするとね、向こう側の壁からね、どん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 元トカゲが湧いてきます。大量発生と違ってね、一箇所から一箇所だけ見てればいいのでかなり楽かと思いますが、見逃したらね、まあ、本当に画面から目を離さないように気をつけてください。個人的にカメラだとね、結構近いので、引きでね、このようにピクニックじゃないわ、メニューか。メニューを開いてみることをお勧めしますね。メニュー開く理由としましては、エンカウント突っ込んでくるのでね、それを対策するためにメニューを開いて見てますね。まあ好きな方でやってください。とにかく見逃さないようにね。あ、来た!やばい!ちょっと待て!待って!行かないで!たまに消えちゃうから。待て、よし。反射神経がね、大事なので頑張ってみてください。ということで今回は元トカゲの簡単な入手方法でした。この動画良かった人はぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。おつると。